はい、戦国武将紀行、岡崎三郎信康公、松平信康、つまり徳川家康公の長男ですよね。信康公の信は信長公の信ですけども、例のですね、いろいろ問題があり、奥さんとうまくいってなかったんでしょうね。ここは万松院という小田原のお寺なんですけど、ここにですね、立派なもう普通のお墓と呼んでいいような、供養塔なんですけど、供養塔の墓碑があります。そしてなぜ小田原なのかという部分ではですね、もともとはですね、要するにここは大久保家ですよね。大久保忠世という方が会期になって、要するに信康公の死をですね、お諌めするというためにですね、菩提寺というわけではないんですけども、本当の菩提寺は天竜二俣にありますよね。去年行きましたけど、そこのお墓に眠ってらっしゃると思うんですけど、あと首塚はまた少し離れたところにありますけども、お墓は正式なもの、要するに大久保忠世がですね、会期となってこちらのお寺を建ててですね、供養をしたということなんですが、大久保忠世、つまりもう一つですね、都内に西念寺さんでしたっけ、要するに服部半蔵がですね、供養の墓を建てて、あちらにも松平信康、岡崎信康の墓がありますけど、あれも供養塔なんですよね。つまりお二人ともですね、服部半蔵も、大久保忠世もですね、要するに家康公から勅命でですよ、信康を討てと、首を取れと言われたんですけど、やっぱりできなくてですね、最終的には服部半蔵が手をかけたようですけどもね、大久保忠世はちょっとできなかったみたいですよね。やっぱり小さい頃からずっと見てきている方ですから、それをむやびにちょっと、武田に内通とかね、いろんな話がありますけど、要するに当時の織田信長の一言っていうのは大きいことですよ。信長公がもう切れと、またはですね、ドラマなんかだとちょっと大げさですけど、その要するに息子を切らせる理由ができたと、付け入ってきたわけですよ。本来でも家康公と信長公っていうのは、兄弟というかですね、一応同盟関係を結んだ、年の差は少しありますけど、お互い武将で徳川家、織田家のために尽くしてたわけですけど、どうもあまり徳川家が大きな顔をしているのは良くないと、力をあまりつけないうちに、東の要するに砦を守ってくれてる一大将ぐらいにしか多分信長公は本音は思ってなかったんじゃないですかね。兄弟だとかいろんなことは言ってますけど、要するにそのことでですね、西を目指せたわけですから、家康公としてもですね、西に織田がいる限り、東や北、つまり今川、武田、北条と、そういう人たちと渡り合うことができましたから、お互い様なんですけども、ちょっと信康公をですね、自害、実質手は自分では下してないかもしれませんけど、その大久保忠世がですね、やっぱりちょっとこう、悲しいっていうか、悲運としか言いようがないんですけど、そういう運命だったのかもしれませんけどもね、ちょっとやっぱり直接手は下さなかったにしても、手をかけられなかったでしょうね。そういうことでちょっと、自分が殺したってわけじゃないですけどね、やっぱりその供養のためにですね、死んでから随分経ってますから、このお寺を回帰ということで建立したということですよ。それだけちょっと思いがあったんだと思いますよね。上杉もその立派な大将で、立派すぎるんで、逆に信長公も自分 の子供の信忠と比較したんじゃないですかね。やっぱり敵ではないですけど、二代目になった時にですね、信康と信忠っていう時代が来た時に、これはちょっとまずいぞと、今のうちに腹を切らせようと、そういうことを思っても確かにおかしくはないですよね。戦国の世ですから、もう身内の兄弟、親兄弟でもですね、殺し合ったりする中ですから、まして隣の同盟国って言ってもいつ裏切られるか裏切るか分かりませんし、実際家康公がね、堺の見物とかありましたけど、あの時だって接待とかいう理由でしたけど、少人数で来てますから、殺す時は殺せたんですよ。毒殺とかいう手もありますし、それこそ100人どころじゃないですよね。よくドラマの中で数十人ですけど、おそらくいろんな全ての人を集めても100人足らずぐらいで来てると思うんですよ。
そんなに大きな武装もしてないですし、その時点で多分殺すんじゃないかと、まあ、そういうことからですね、まあ、本能寺の変は徳川家康の、まあ、要するに 裏でですね糸を引いていたと、黒幕説というのが出てくるんでしょうけど、まあ、実際ギリギリに逃げ帰ってますけどね、まあ、最後得をしたのはやっぱり徳川家康と明智光秀でもなし、まあ、秀吉は、ね、10年間は得をしましたけど、まあ、それもね家康公がちょっとどう思ってたか分かりませんけど、まあ、本能寺の変にちょっと触れると話長くなるんで、まあ、いずれにしてもあの信康公はですね、ちょっともう本当に悲運の武将としか言いようがなくて、でさらにあまりにも立派すぎる武将だったっていうのも、これまたですね、まあ、悲運を呼んだんじゃないかと、まあ、そこそこのね武将であれば目をつけられないわけですよ、無難にと言ったら失礼ですが、まあ、後のね秀忠公が、秀康公、秀忠公が本性とかそういうことじゃないんですよ、ないんですけど、あまりにも立派だと、これは後に徳川家康が、豊臣秀頼に会った時ですね、すっかり青年武将になって貫禄といいね、そういうのにびっくりして、それで大阪の陣を起こしたと、まあそれだけじゃないんでしょうけど、豊臣潰しに入ると、これはもう自分の年齢から考えても次の世代のことを考えるのはこれは同じことで、家康もその時はまだ60代でしたかね、まあでもそんなに後がなかったですから、その立派な、あまりにも立派なですね青年武将を見ちゃうと、これは結構緊急事態ですよね、徳川家自分の跡取りは誰かと、秀忠と、そういう人とやっぱり比べますよね、どっちが上とか下ではなくてですね、やっぱり器量とか他の西国の武将たちがね何かあった時には豊臣秀頼を押し立てて戦を起こすんじゃないかと、だから先に自分から関ヶ原を起こしちゃいましたけどね、おそらくそんな思いも多少あったんだと思いますけどね、どっちみちあの信康公はその疑いをいろいろかけられてたようですけども、結局 腹は切らされましたけど認めなかったようですからね、その武田の内通だとか、あと築山殿の話もそうですけど、築山殿も一緒に亡くなってますから、これは何が得って、織田信長にとっては徳川の力を削ぐために都合いい二人ですよね、いなくなってくる、まあ、武田の内通はちょっとありえないとは思いますけどね、今更、まあ、ちょっと築山殿はちょっとよくわからないですけど、また築山殿の方のまたそれで話をしてますけども、まあ悲運の親子ですね、正室と長男なのに殺されてしまうということで、まあ、こちらでねしっかり供養されてるんだと思います。はい、松平信康、岡崎三郎信康の、立派な供養塔がある小田原の万松寺さんでした。